から厚生労働委員会会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします去る4月26日宮沢友香君小賀幸人君及び足立俊幸君が委員を辞任されその補欠として福島瑞穂君磯崎哲司君及び木村芳雄君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省保健局長、垂水秀樹君ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします本案の趣旨説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います。島村